はい。それでは次回になりましたので、始めさせていただきます。えっと、並列分散処理基盤の今と題しまして、NTT データの安コーチが発表いたします。よろしくお願いいたします。えっと、まずはじめに簡単に自己紹介させてください。えっと、安河内静香と申します。えっと、NTT データの技術開発本部というところに所属しており、まあ、その部署では技術を中心とした業務に努めております。 経歴としましては、インターンきっかけに2019年に入社して、今3年目となっています。入社時からずっとコネクテッドカーに関するデータ活用技術の開発に取り組んでいます。現在の業務も同じで、その中で分散処理基盤なんかの開発に取り組んでいます。なので、分散処理基盤技術と付き合い始めて3年目みたいなところです。 えっと本日のアジェンダとなっております。えっと、並列分散処理、まあ、とはということで、簡単に説明した後に内容に入っていきます。はいえっと、今回紹介する並列分散処理とは何,何,何なのかというところから話させていただきます。えっと、まず、並列分散処理とは、まあ、複,数複数台数のサーバーを用いてデータを分散させて蓄積し、 で複数台のサーバー上で分散、えっと、並列分散処理するための手法です。えっと、この手法は大量のデータ、まあ、近年だとビッグデータと呼ばれるような大量のデータを現実的な時間で処理するために使います。でもしこの並列分散処理を用いないで、まあ、つまり単体のサーバーで処理を しようと考えると、まあ、例えばそもそもデータが大きすぎてサーバーに載せることができなかったり、またデータの処理に時間がかかり、処理し終わった頃にはまあ、使えないデータになってしまうなどの問題があります。そうした問題を解決するために、えっ、ー、と大規模分散処理フレームワークとして、えっ、ー、と Apache Hadoop が誕生しました。 えっと誕生の当初のえっとハ波動分についてなんですが、もともとは大量のデータをバッチ的に処理するところから始まりました。えっと、適用領域としましては、データサイズはまあ何テラとか何ペタ級のデータを、処理のレイテンシとしましてはまあ数時間また数日レベルの処理に向いています。となので逆にデータ量が少なかったり、 また、えっ、ー、と、秒や、えっ、ー、と、分野病レベルのリアルタイムな処理が求められる場合は、Hadoop はーー分岐で、えっ、ー、と、まあ、例えば RDM、RDBMS を使うのが主流となっています。なっていました。 まあところが、ハドゥ o p は大量にデータを使えて、かつ高速に処理できるということで、もっとうまく活用していきたいという、いきたいという需要があって、えっと、現在では、えっと、ハドゥーに関したたくさんのプロダクトが存在しています。えっと、図に載せているのは一部なんですけど、他にも様々なプロダクトがあって、まあ、プロダクトからさらに様々なユースケースなんかも増えてきています。 そこで本日は、並列分散処理をやっていく場合に、たくさんあるプロダクトの中で何をどうやって組み合わせればよいのかなど、基本的なところをまず紹介したいと思います。また、今回はその基本を説明した上で、さらに新しいニーズであるマルチデータセンター、エッジ活用ということで、並列分散処理基盤を 複数のデータセンターでやっていくにはどうしたらよいかなどに関しても踏み込んで紹介したいと思います。それでは本編入っていきます。えっと、まずは大規模並列分散処理基盤を構成する要素について説明していきます。えっと、今回、えっと、並列分散処理の流れを えー、と並列分散処理の流れには2つがあります。えー、とバッチ処理とストリーム処理です。えー、とまず1つ目はバッチ処理です。えー、とビッグデータ活用の、まあえー、と例年期から活用されているスタイルです。えー、とバッチ処理の特徴としましては、まあ、データの生成元から一旦データを集めてたくさん、まあ、集めてたくさん貯めて、それからそれらをまとめて効率的に処理するというのが特徴です。 活用例としては、まあ、例えば一つ目のところだと、長期的なデータを貯めて、月単位とかで集計、えっと、分析したい場合や、ま,あ、また二つ目の項目として、まあ、旧来のシステムでバッチ処理を行っていたとして、まあ、それをより早く処理したいという場合などに、まあ、並列分散処理の,のバッチ処理へ置き換えるなどのまあ活用例があります。と次に行きます。 えっと、次に、えっと、ストリーム処理です。これは近年利用が進んでいる、えっと、処理の方法です、えっと。ストリーム処理ではバッチ処理とは対照的で、随時細かく細かい数の多いデータが、えっと、細かく送られてくるデータを受け取ってで、そしてそれをためることなくすぐに処理するという特徴があります。えっと、前のパイージの、えっと、バッチ処理の図と比べると データの保存場所が、えー、となく、まあ、受信してそのまま、えー、と処理を流す処理へ流すようになっていることが分かると思います。前の図だとこんな感じで保存をしているんですけど、ストリーム処理では保存せずにそのまま処理に流しています。えー、と活用場面としましては、ひ、えと、ー、こっち目例えば、えー、とユーザー行動のリアルタイム把握、マーケティングへの活用ということで、まあ、例えばなんですけど、オンラインショップ オンンラインショッピングサイトがあったとしてで利用者がどのような行動例えばある商品をクリックし,したとか閲覧したなどの情報そういうものを細かく集めてそのユーザーコードをリアルタイムに分析し、えー、とそのユーザーに合ったものをレコメンドを出すといったような例があったりします、えっと、他には2ポチ目、えっと、機器の異常検知ということで、まあ、機器から えー、とログをずっと収集して、異常なログなどが見つかった場合にリア、えー、と異常ですよっていう感じで、えー、と反応できるように、まあ、リアルタイムで監視するような例があります。次に行きます。 えっとで2つ紹介しました。えっと、並列分散処理の2つの方を説明しましたが、えっと、どちらの方が優れているということはありません。どちらかが優れているということはないです。えっと、なんかストリーム処理の方がなんか新しいから良いのではないかとか考えてしまいそうですが、全くそういうことはなく、ここで大切なのは、ユースケースに合わせてバッチ処理にするか、ストリーム処理にするか、適切な方法をまあ適材適所で。 えと選んでいく、用いていくことが大切です。はい、でこうした2つの、えー、と処理を実現しようとしたときに、Hadoop を,、まあ、を中心に、まあ、プロダクトを組み合わせると、このような図になります、えーと。バッチ処理を実現しようとすると、えー、とこの赤い部分になります。えー、とこの流れで、えー、とバッチ処理を実現することができます。 また、ストリーム処理を実現したい場合は、この下の部分になります。えっと、こちらも矢印の流れで、ま、ストリーム処理に対応することができます。えっと、これからは、ま、それぞれのプロダクトについて説明,して説明に入っていきます、えっと。まずはバッチ処理に関して、えっと、黄色い矢印の部分、a p a c h Hadoop について説明します。 まあ、バッチハドゥープ全てはここから始まったということで、このハドゥープですが、まあ、先ほど何度も先ほどから何度も登場しておりますが、大規模データのための並列分散処理フレームワークになっています。ちょっと分かりづらいですね、後ほど細かあります。えっと、特徴としては、えっと、特殊な、えっと、サーバーを用いるのではなく、まあ、あくまで汎用的なサーバーを複数台用いて。 全体で大きな問題を解かせるのが特徴です。1台のサーバーに乗り,乗り切らないデータなんかでも保存して効率的に分散処理することができます。えっとこの Hadoop はえっとまあ先ほどもした通り大規模データのための並列分散処理フレームワークといってもなんかちょっと分かりにくいと思うんですが、えっと例えばえっと何をやってるかまあわかりにくいと思うんですが。 えっと、例えば、えっと、数十台のサーバーを使ってデータを処理しようとなったときに、どのサーバーにどのデータを置こうかとか、えっと、どのサーバーでどういうふうに処理を進めようかとか、処理が終わったものはどうしようかとか、えっと、結構、えっと、複数台のサーバーを使ってデータを処理をしようとしたときに考えることが多いです。で、かなり難しいです。まあ、そこで、えっと、ハードウェイは実はそれらのめんどくさい部分を、えっと、一手に引き受けて、えっと、管理してくれます。 えっとこれが Hadoop の良いポイントです。えっと、並列分散処理のまあ管理をしてくれる Hadoop が登場したことにより、えっと、実現可能、まあ、実現、あの現実的なコストで分散処理を行えるようになりました。ですので、まあ、Hadoop が登場したことにより、 えとこの図に書いてあるように、まあ、データの生成元からデータを保存して、そしてそのデータを処理できるようになりました。複数台のサーバーを使って、まあ、大量のデータを扱えるようになっています。えっと、大変便利な Hadoop なんですが、まあ、ですが万能というわけではありません。えっと、Hadoop がデータを分散,分散して処理するため、 すみません、Hadoop がデータをまあ分散処理するために、えっと、内部では h a d o o p、まあ、プリ p r ースというまあ処理のモデルを使っています。実は m a p r e スは繰り返しの多い処理やまたまあ複雑な処理がとても苦手です。まあ、なので、何か業務の処理を まあ実装しようとする、はずく使って実装しようとすると、えー、っとそれらその、まあ、処理を、まあ、マップリデュースジョブという、まあ、単位で複数を組み合わせて実現するような感じになっています。まあ、ですが、このマップリデュースジョブっていうのが1つ完了することに実は結果をディスクに書き込むようになっています。えー、っとなので、えーっと えっとまあ、プリデュースジョブを、まあ、実行するたびにディスクへの書き込み処理が毎回発生するような、えー、っと仕組みとなっています、えーっと。単純な処理であればジョブが少なくて、まあ、そこまで書き込みが多くないので影響は出ないんですがもし仮にジョブが、えっとまあ、複雑で、まあ、100個とか200個とかあったりするとその分読み書きファイルシステムへのファイルへの読み書きが発生して、えーっと 本当はまあ最後の結果だけが欲しいはずなのに、えっと、途中何度も何度も読み書きをして、とても非効率な感じになっています。はいえっと、そこでそんな欠点を補うべく登場したのが、えっと、アパッチ・スパークです。スパークは、えっと、h a d o p と同じく、えっと、大規模データのための並列分散処理フレームワークで、えっと、複数台のサーバーを使い、 えと大きな問題を解かせるというところは変わらないです。えー、と特徴としては、えー、Hadoop の処理の部分のマップリデュースと違って、えー、とメモリとか CPU とかディスクなどのリソースを、えーまあ、Hadoop より効率的に利用できるようになっているところです。えー、とあとは あとの特徴としては、まあ、ユーザー目線、開発者目線でいくと、えっと、こちらだと SQL などで開発ができるようになっていることとか、あとはまあ今流行りの機械学習に使えたり、またストリーム、えっと、バッチ処理ではなく、これ、ストリーム処理にも対応しているなど、まあ、とても便利になっています。えー、っとなので、まあ、このスパークが登場したことで、複雑な処理も高速でまあ処理できるようになりましたので、なりました。でえっと まあ豊富なライブラリや高級な API が不足していて、まあ、ユーザー目線でも容易な実装ができるようになりました。Spark、えっと、が登場して、まあ、このような2点ができるようになりましたと。えっと、これを先ほどの、まあ、h a d p だけだった、えっと、構成図に加えると、えっと どんな感じになるかというと流れを見てみるとまず生成データを生成する元があってそこから Hadoop にえっと直接データをえっと保存します。でスパークがない時はそのまま Hadoop のマプリデュースを使って処理するような流れでした。えっと、今回スパークが加わることによって Hadoop に保存したデータをスパークを用いてより複雑な処理をまあ高速かつ簡単に実装できるようになりました。 はいえっとまあ、今までの部分だけでも大規模なデータを保存して、まあ、かつ高速に処理できる、できて、さまざ、あ、まなことに利用できそうなのがまあ想像できるかなと思いますが、実はこれまだまだ課題がありまして、Hadoop、えっと、に貯めるデータはさまざまな生成データ元があることが考えられていて、まあ、なんか例えばこの赤い部分なんですけど、例えば、えっと、異なるシステムが生成するデータを さまざまなシステムが生成するデータを HADOOP1 箇所に集めたいとなった時っときに、今のままでは HADOOP へまあデータを保存しに行くためのなんかパイプみたいな処理の部分をなんかいっぱい作らなきゃいけないような感じになってました。えっと、でこのまあデータ生成元はえっとまあそんな風に1箇所とは限らないので、それぞれのデータ生成元からデータを HADOOP へ集めるシステム。 まあ図の赤い部分を作る必要があります、えっと。作るためにコストがかかっているので、ここをまあ下げたいところですと、そういう課題です。そんな課題があって、そこで登場してくるのが、フルエント D とエンバルクというプロダクトです。 えっと、この2つはどちらもデータの収集を行うための、まあ、ミドルウェアプロダクトで、えっと、どちらもデータの入出力が、えっとまあ、プラグイン形式になっているので、簡単な開発でデータの入出力に対応できます。と2つの違いは、えっと、まず FluentD、えっと、の方はストリーム処理向きになっているのに対し e ンバル r k の方は、えっと、バッチ処理向きとなっています。 ですので、まあ、フルエント D とエンバルクというプロダクトの登場により、先ほど問題として挙げました、データの生成元がたくさんあった場合でも簡単、比較的簡単にデータを収集することができるようになります。はいえっと、ここまでを構成図にまとめますと、えっと、このような図になります。えっと、データ生成元から えっと、フルエントィエンバルクで、まあ、データを収集して、で、そのデータを、えー、Hadoop に保存する。で、Hadoop に保存したデータを Spark で処理するという流れが、まあ、今あるものでできます。まあ、この時点で結構、まあ、プロダクトが揃っていて、いい感じになってきているのが伝わるかと思います。えっ、ー、と、また今あるプ,ラプロダクトだけでも、 この赤い部分なんですけど、えっと、バッチ処理の流れを、えっと、実現できるようになりました。データ生成元から、まあ、エンバルクが、えっと、バッチ的にデータを収集して、その収集したデータを Hadoop に保存する。で、Hadoop にあるデータを Spark が処理して、まあ、利用先へ結果を送ることができます。はい ではい、一方で、ストリーム処理の部分を見てみると、この緑色の部分なんですけど、えっと、データ生成元から FluentD を使って、まあ、データをリアルタイムに収集,収集することはできています。で、その、まあ、ちょっと行ってみると、その収集したデータをそのままスパークで処理すればいいのではないかと思う方もいらっしゃると思いますが、実はそれだけではうまくいかない部分があります。 ここまでのソフトウェアでデータのリアルタイムな収集、えー、とこのフレンリ D を使ったリアルタイムな収集と,、えーとまあ、リアルタイムな処理、ストリーム処理はスパークで行えていることが分かっています。でここでのポイントは、えーと、この2つの間なんですけど、データの収集に切れ目がないというところがこれポイントになってきます。 えとまあ、どういうことかというと、説明していくと、えー、とまずバッチ処理と比較するんですけど、バッチ処理は、まあ、一度貯めたデータ、まあ、つまりこれ有限なデータに対する処理、たまあ、例えばなんですけど、まあ、月ごとに、バッチ処理の方なんですけど、月ごとにまあデータを集計する場合であれば、まあ、その月の分のデータがまあ処理対象で、あとは月にまあ一度処理側のペースで処理すればよかったんですよね、バッチ処理は。ただ 一方で、ストリーム処理の方は違います。ストリーム処理の方では、えーとまあ、フレーント D が、えー、とあーデータ生成元からタイ間なくデータがやってきて、それをフレーント D が収集します。で、そのデータの、えー、とやってくるんですが、えーとまあ、そのデータをそのまま流すと、えー、とそのデータの流入ペース、あのー、入ってくるペース と同等か、まあ、それ以上のペースで、えー、とスパークは、えー、とデータが飛んでくるので処理しなければならなくなります。で、これ下の図にあるようにスパークの処理がもしなんか追いつかなければこんな感じでスパークが焦ったような形になって、えーとまあ、状況次第ではデータを失ってしまうなど、まあ、正常に処理が行えない可能性があります。まあ、こんな問題が出てきます。なので、えーと えっとこのストリーム処理をするときはフレント D、スパークだけではダメです。はい、そのためにどんなものが欲しいかというと、スパークの処理ペースに合わせてデータを受け取り、処理するデータを受け取る、スパークの処理ペースに合わせて、スパークの処理ペースに合わせてデータを処理していくために、データを一旦 えと受け止めて保存してくれる部分がフ、まあ、レント D とスパークの間に必要となってきます。とまた、まあ一旦データを受け止めて保存してくる部分は、えー、と何でもいいのかとなってくるんですけど、そんなことはなくて、この部分って実は、えー、とデータが結構どんどんやってきて、えーと、データの流量に合わせてたくさんのデータにも対応できる必要が出てきます。はい えっと、そこで登場するのが、えっと、逐一送られてくるデータを受け取り、保存してくれるアパッチ・カフカです。とカフカは、えっと、サーバー、まあさ、複数のサーバーで並列に処理できるという特徴を持っていて、えっと、かつ、えっと、ディスクへの記録など、データを失いにくい仕組みを備えています。 えとなので、先ほどあった問題、えー、とデータが一気にドカンと送られてきてしまったという場合でも、カフカであれば、えー、と複数台のサーバーで並列で処理できるので、まあ、サーバーを追加すれば、そのなんだろう、データのペースに追いつけますしかつ、えー、とディスクへの記録ということで、まあ、データを失いにくい形になっているので、まあ、後続のスパークの処理が遅くとも、カフカがきちんとデータを持ってきて えと持っていてくれるということで、まあ、先ほどの問題にも対応することができます。えー、と,ということで、まあ、フルこのカフカを、えー、とフルエント D とスパークの間に、えー、と組み込むことで、えーと、このような全体像が完成します。で、ストリーム処理のところは、どこの下の部分なんですけど、えーとまあ、データ収集元からフルエント D へまで。 デー,タ収集元データ生成元か,ら元からフレンド D が次々とデータを収集してきても、各、まあ、カ,カがデータを一旦受け止めて保存してくれているので、えっと、後続のスパークは自分の処理ペースに合わせてデータを失うことなく処理を続けることができます。はい、といったところで、えっと、今までプロダクトについて説明してきました。 上の部分ではバッチ処理ができて、下の部分ではストリーム処理ができます。まあ、ということで、えー、っと、今時の、この図が今時の構成となります。はい。では、それぞれのプロデ、プロダクトをまとめていきます。まず一番上、Hadoop は大規模なデータの保存、処理を行う部分でした。 で次のスパーク、えー、と2番目のスパークは、Hadoop が苦手だった高度な処理も高速,高速にできます。また、えー、API、ライブラリーが充実しているのでユーザーとして、開発ユーザーとしても開発しやすくなっております。あと、えー、とストリーム処理も可能です。えー、と続いて、えー、と3つ目のところ、f レ i e n d エンバルク はデータソースからデータを収集してくれる部分で、えーとまあ、データソースが多くなったりデータソースのプロダクトが変わったとしても、まあ、簡単に対応でプラグインで簡単に対応できる対応することができますと,、えー、と,と最後にカフカの部分は、えー、とストリーム処理 こうするにあたって、えーっと、カフカがデータ量が急に増えたとしても、カフカが一旦データを受け止め、保存していてくれて、データを失う心配がないというところが魅力でした。えー、っとここまでが、えー、っと各ソフトウェアの説明でした、えー、っとプロダクトの説明とか構成要素の説明でした。はい えーとまあここまで説明して、えー、と基本的にここまでは大規模並列分散処理基盤の基本を話してきました。えー、とここからは、えー、と今まで、えー、と構成では 1, セン1データセンターを例にして説明してきました。えーえー、と説明してし きましたが、えっと、ここからもう一歩踏み込んで、まあ、並列分散処理基盤におけるマルチデータセンター、複数の電ーセンターの話をしていきます。えっと、まずはあっと大規模並列分散処理基盤、まあ、×マルチデータセンターのニーズということで、えっと、まあ近年、ま、あ さらにまあ大量のデータを素早く処理しなければならないというニーズが出てきています。今回はこれ、例えとしてスマートシティを出しています。えっ、ー、と、複数のデータセンターが必要な例として4つを挙げました。一番上からいきます。えっと、一番上は、えっと、処理量の規模が大きい場合です。えっと、これ、えっと、想像しているのは、えっと、なんかまあ、スマートシティなんですけど、 えっと、街があってそこになんか監視カメラとかいっぱいついてたりするんですけど、まあ、そのカメラの情報を、えっと、処理して何かに活用したいだったりまたは家庭内の家電のデータとかが、まあ、近い未来は収集されるようになったりして活用される、まあ、そんな期待があるんじゃないかなと思ってますでまあそんなデータは町中から集めるんですけどこれって町中とは言わずもしかしたら日本中だったりするかもしれませんなのでまあ 今よりも多くのデータがデータを処理する必要が出てきます。まあ、そうなったときに、例えば日本中だったとしても、えっと、東京に1か所だけではこれが処理できないのはなんとなく想像がつくと思います。なので、えっと、このまあ大規模なデータを処理するために、複数のデータセンターに,をに分散して処理をするし、まあ、必要が出てきますと。これが1つ目です。えっと、2つ目です。 2つ目はリアルタイムで処理しなければならない場合ということで、これどういう状況を例えば想像するかというと、例えばえと車についている車載カメラが捉えた情報から何か活用したい、例えば道路状況なんかを見たい、なんか岩とかが落ちてきてて、この道通れなくなったとか、なんか事故が落ちてたとか、何か情報が捉えられるはずで、そのまあ車載カメラの情報なんかを使いたいっていう、ま。あ 要望があったとしますそうすると,、えっと、まずこういう情報、こういう緊急性の高い情報って、えーと、なるべくリアルタイムで早く処理してあげたいです。例えば、さっき言った、なんか道に岩が落ちてましたってなった時に、その車がそれを検知しました。で、それを、例えばその,その車が走ってる、さらに後ろの車とかに、こんなところにこんな大きなものが落ちてたよとか伝えられると、 価値があると思うんですよね、まあ、そういう時にリアルタイムな処理とかが必要になってくると思っています。でまあ、このリアルタイムな処理を実現するためには、例えば、えー、と早く処理するために、えー、とデータセンターが複数あるとすれば、まあ、地理的に近いデータセンターにデータを送って処理すると、まあ、早くなるんじゃないかだったり、また、えーと まあ複数のデータセンターがあって、1つのデータセンターに、その処理が、データが集中してしまったときに、負荷のかかってないデータセンターで処理できるように、データセンター間を連携するとかあるといいんじゃないかと、そういうふうなえーとニーズがあったりします。えっと、3つ目は、処理を止めることができない場合。これは、人の命にかかることとかだったりするんですけど、まあ、例えば、 えっと信号機の異常検知ってことで、まあ、信号機からデータが、えー、っと送られてきていてそれを処理してあの異常じゃないかをずっと確認するみたいな感じなんですけど、まあ、これが災害時にも、えー、っときちんと例えば1つのデータセンターが潰されてしまった時にもそのデータセンターに送られてきている信号機からの情報を、まあ、他のデータセンターでも処理を 他のデータセンターにデータを送って処理を継続したいみたいなニーズとかがあったりします。えっと、最後に、えーっとまあ、個人情報や機密情報を安全な場所、安全な環境、まあ、信頼できる環境で扱いたい場合などです。まあ、こういう時は、例えば、えっと、クラウドメインで処理しているやものがあったとしても、機密情報だけはオンプレで処理したりとか、こういう場合に、えっと、データセンターが2つに分かれてくるような例になると思います。 まあ、ということで、まあ、これらの例からすると、複数のデータセンターが必要で、まあ、かつデータセンター同士で連携しなければならないという課題が出てきます。次に行きます。えっと、では、えっとまあ、複数のデータセンターが存在していた場合、まあ、データの連携について、まあ、そんな場合のデータの連携について説明していきます。ま,あ、まず、この図について説明します。こちらの図には、まあ、2つのデータセンターがあって、 DC1 とか TC2 とか書いてるんですけど、えーっと、2つのデータセンターがあります。で、送信元のデバイスも複数あります。えー、っと例えば、えっと、この図だと、この図を表していることだと、上のデータセンターに、まあ、デバイスの3つ分からデータが送られて,てきていて、集中しているような状況です。で、負荷がかかっています。こういう時に上に送ったデータを、えー、っと一部、えー、っと処理、 あまり処理をしていない下のデータセンターへやりたいと思っていたとします。そうすると、えーとまあ、そういう場合にはデータセンター間でデータを連携する必要が出てきます。今回の例だと上のデータセンターから下のデータセンターへ向けてデータを転送する必要があります。でデータ、データセンター間でのデータ転送を実現するためには実は、カフの部分で行います。えっと、ここでカフについて補足していきます。 えっと前半の部分では、えっと、カフカの説明としてこのようなスライドを出しました。でここで説明したこととしては、地区域に送られてくるデータを、えっと、受け取って、まあ、保存できて、まあ、次に渡せるよみたいなことを説明しましたで、えっと。カフカの他の特徴をちょっと説明していきます。これは、えっと、カフカをデータハブとして活用しているような。 えことを説明しようとしている図になっています。えっと、カフカは、えっと、ちょっと技術的用語を使うと、パブサブメッセージングモデルのシステムになっています。これ、どういうシステムかというと、ちょっと図を見てもらうと、真ん中にカフカがありますで。左側にデータを送る元、右側にデータを送る先が描かれています。データを送る元をこれプロデューサーとか読んだりします。でデータを送る えっと送る先つまりデータをカフカから受け取るところをコンシューマーと呼んだりします。えっとここで伝えたいこととしては、えっとカフカはえっと一つのえプロデューサーもコンシューマーも複数に持てるということで、まあ、誰でもデータをカフカに送信できるし、誰でもカフカに入ったデータを受信することができますということが一体いいです。 でまあ、今までのちょっとプロダクトをちょっと書き入れてみると、まあ、左側にフルエント D があって、まあ、何個あるか分からないで複数あったりして、スパークがあったりしてという感じです。でこの、えー、と複数あるという話なんですけどこの、例えばスパークの部分、今なんか同じデータセンターにあるような図に見えているかもしれませんが、えー、と実際にはこれ他のデータセンターだったりしてもよくて、どこからでも読み出せるというのがここで伝えたいです。そんな感じで データハブとして活用することが可できますで。ということで、まあ、先ほどの図に戻りますと、上のデータセンター,にセンターに届いたデータを下のデータセンターで処理する場合、上のカフカをデータハブとして下のカフカまたはデータ処理部分のスパークへ、えー、と転送することができます。えっと 右の矢印と左の矢印、2つの矢印があると思うんですけど、この2つでは、えっと、転送方法が異なります。まず、えっと、右の方は、えっと、これはどんなふうに、えっと、データを転送しているかというと,、えっと、スパークが上のカフカからデータを単純に受信しているだけです。さっきの絵でいうと、コンシューマーみたいな働きをしています。えっと、これであ 先ほ,どまあ、先ほどずっと一緒な感じで読み取るのが右側です。じゃあ左側になるのか、カフカ感だとどうなるかっていうと、えっと、一方、カ負荷感でのデータ転送を行うときは、これ、ミラーメーカーというアプリケーションツールを用いて転送する方法がマメジャーです。えっと、両方の違いとしましては、えっと、まあ大きな違いとしては、データをどこのセンターで最終的に持っているかという点です。 えっと、ミラーメーカーを使うと両方のデータであ、両方のセンターでデータを持つような形になります。で右の方法だと、データは、えっと、データ送り先、つまり上のカフカだけが持つような形になります。えっと、ここはまあデータが重複してあの2つのセンターでデータを持ちたいか持ちたくないかなど、さまざまな用途に合わせて選んでいただくことができます。 はいまあ、ということで、まあ、先ほど登場したものもこの図に、えー、と役割まとめ、プラスアルファということで付け加えますと,、えー、と、マルチデータセンターとかを行いたい場合は、このカフカの部分で、えー、とデータの連携ができますよという情報を加えました。はい、では最後に、えーと、並列分散処理基盤を使いこなす,こなすためにということで、まあ 注意ポイントだったりを共有します。使いこなすためにということで、まあえー、っとこの並列分散処理というのは、まあ、従来のシステムや基盤とは異なる考えの部分があります。えー、っとこの分野の勘どころとかを抑えた上で、まあ、利用、検討することが重要です。で、押さえておくポイントとして3つを紹介します。 1>, 1つ目がデータ量、処理量が多いところで利用する。2つ目は性能。性能はサーバーダイスで調整する。えっと、3つ目はそれぞれのプロダクトが得意な領域で利用するということです。3つを詳しくもう少し詳しく説明していきます。まず1つ目、データ量、処理量が多いところで利用する場合、利用するということで、h a z o p e e r s p a r k はデータ量を や処理量が多いことが前提と基本になっていて、そのように設計されています。なので、まあ、逆にデータ量、処理量の少ないところで利用するとかえって遅くなってしまうことがあります。えっと、データ量、処理量によっては RDBMS のまあ利用も検討する必要があります。えっとまあ、経験上、RDBMS でまあ処理できるデータ量や、えっと えっと処理量は RDBMS で,で、それを超えた場合に Hadoop Spark が、えっと、まあ利用検討の中に上がってくるような形になっています。次にサーバー性能は台数で挑戦するということで、まあ、今まで出てきたものとか、まあ、Hadoop Spark は、えっと、スケールアウトという仕組みを備えています。これはえっと必要に応じてサーバーを サーバーの台数を上限させて、えー、と全体の性能を調整していくことです。まあ、この図にあるように性能が不足してきたら台数を増やしてあげればいいです。えー、とこれはまあスケールアウトというのはスケールアップの方式に比べて結構拡張が容易です。で,、えー、とできることとしてはまあ図の内容と被りますが、性能不足になった場合にサーバーの台数を増やし えっと性能不足になった場合には、まあ、サーバーを追加すれば OK ということですごく簡単ですと。最後にそれぞれのプロダクトが得意な領域で利用するということで、えー、っとさっき言ったことともちょっとかぶりそうですが Hadoop、Spark は RDBMS の代替ではないということに注意してください。えー、っと用途を限定する、えー、Hadoop や Spark は、えー、っと用途を限定する代わりに まあ今までにない高い性能を発揮するように設計されているので、まあ、合致しない使い方では逆に遅くなってしまうことがあります。なので、まあ、やりたいことは事前に明確にしておいて、えー、っとその中で、まあえー、っとハードウェブスパークが得意な領域であるかを確認することとかまた、えー、っと処理内容や対象のデータの変更がまあけまあ 基盤の責任を影響する方があるので、そこら辺を注意していただきたいです。まあ、ということで、えっと、もう一度、えー、っとこのスライド出してますが、3ポイントを、まあ、大規模配列分散処理を使いこなしていく面で、まずは,ままずはま第1ステップとして注意していただきたいなと思います。はい 少し早いですが、発表以上となります。えっ、ー、と、このような告知もつけてますが、こちらで以上です。